2007年の年末に発売開始されてからも絶えず開発が続く R35 型日産 GT-R。 2010年秋にはタービンや給排気系のチューンで530馬力へとパワーアップすると同時に空力性能を高めた2011年モデルへと進化。そして2011年秋、それを上回る改良の手が入った2012年モデルが発表された。最大のトピックはデビュー後初めて行われたエンジン内部のチューンナップだ。混合比を薄くしつつカムのタイミングを変更し、パーツ間の結合部を高精度化、さらに排気バルブの素材変更、給排気の効率向上などが施された。その結果2011年モデルより最高出力を20馬力向上させ550馬力と大幅にパワーアップ。それに合わせフロントのスカットル周辺の剛性を強化し、ステアリングレスポンスと限界領域でのコーナリング特性も向上させている。特筆すべきは右ハンドル仕様のサスペンション。構造上やや右側に動的荷重が寄ってしまっていたため、それを最適化するために左側のスプリングを固めると同時にアームの取り付け角を変えるなど左右非対称セッティングとしたのだ。コーナーでの安定感はさらに高まり、乗り心地がしなやかに、ステアリングフィールも滑らかさを増すなど、開発陣のこだわりが見事に実現している。ちなみに時速100キロまでの到達時間は3秒を切る 2.8 秒、ニュルブルクリンクのラップタイムは7分20秒を切るなど、パフォーマンスも大幅に向上した。なお従来のスペック V は廃止となり、代わりにスパルタンな仕様へと変更できる4トラックパックがカスタマイズオプションとして設定された。